ああいいサイズやけど、手前のでかいの狙ってたけど、ああ思いっきりいるな。はい、おはようございます。今回はですね、僕が出てるということは久しぶりに、ブラックバスということで、まあ、今回ね浜戸川にやってきたんですけど、スペシャルゲストお呼びしておりますので、まあ、早速ですね登場していただきましょう。青木大輔プロお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。おはようございます。はい。どうですか、初めての山釣り TV。 そうですね、まあ、熊本自体ももう 6,7 年前に1回だけ、はい、本当に1日だけ釣りしただけなんで、はい、まあ、ちょっと久しぶりで。でもその時は結構魚釣られてましたよね。釣れたのかな、ちょっと分かんないんだけど。釣れてる方、はい、思いますけどね。まあでも季節は9月ぐらいだったかな、その時は。そうですね、まあ、でもなんか、はい、そんなにすごい簡単ではなかったんですけど、はい、まあ、でも久々なので、まあ、初場ここも来たことないし、はい、まあ、ちょっと自分でなかなかこう行ったことないところって少ないから、はい、まあ、そういう意味ではちょっと楽しみかなと思ってます。分かりました、はいはい、じゃあちょっと今日はかなり暑くなりそうですけど。そうですね、もうすでに暑いけど、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。だから多分あっち側にもいると思うんですけど、多分多いのはあそこから下っすよね、あの、はい、飛行機で来てるんで、ちょっといろいろ絞ってきてるから忘れ物が多いかもしれない。そこの見えるカバーが2つあるんで、それを、まあそこもちょうど狭まって両サイドにカバーがあるんで、多分まあここは一番一等地だと思うんですよ、普通に考えて。一回来て釣りした以来、釣りはもうその1回しかしたことないんで。その時のことは覚えてらっしゃいますか？あ、その時はね、覚えてます、結構。結構、熊本って結構渋いイメージがなんかね、ありますけど。なんか、まあ1日しかやってないんで分かんないですけど、その時も朝結構パンって釣れて、結構釣れなくて、しばらく。で、夕方にボロボロっと釣れたみたいな。よし、やっと釣りができます。あ、食うかも。わ、食わねえ。あ、めちゃいるわ。それもそうだ。というか、ワームちょっともうちょっと持ってくればよかったな。食え。あ、追ってる追ってる追ってるよ。わあ、あれあれ食うな。バッグ持ってくればよかった。食わないな。あ、あそこにまだおるか、一匹。本当はこれぐらいで食わしたいけど、逃げたな。いや、食っとったな。うわ、なんで？なんかね、フッキングが合わん、さっきから。すげえ一緒だね。初の場所なんで竿の選択が、あ、バスいますね。難しいですね。
流進にいるなこいつ。何やってんの。あ、いった。食わない。何やってんの。あーおるな、あの浅いとこんな。浅いところけど、あれかけてどうやって取ろうかな。そう、こっちまで来ればいいけど、まあちょっと狙ってみるか。あれここでスーッスー、全然見向きもせんやん。今のめちゃめちゃコース良かったけど、カバーに当てれたらいいけどね。あ、やばい、やりすぎた。なんか違う魚がついたよあれ。はい、ちょっと可愛いけど。よいしょ、ういー、可愛いけど、とりあえず1本目可愛いな、めちゃ可愛い。で、今日午後からね、なんかちょっと天気がね、下り坂の予報やから、早めにちょっと決めたくて、朝ここに入って、まあ予定通り。なんか入ったり出たり、入ったり出たりします。ごめんね。ちょっとワーム飛んじゃったけど、バックスライド系のワームですね。細いな、バスが。まあバックスライド系って言って、ああいうカバーに打つとこういう感じでビューッと入ってくる。でも今のは落ちてヒューッと中に入ってってもうコーンみたいな感じで簡単に食いました。場所が初めてなんで分かんなかったんですけど、本当だったらもうちょっと硬い竿、7フィートぐらいの、あ、今これジリオンに、お、バス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 、ジリオンに今これ14ポンドなんですけど、まあ、このシチュエーションだったら7フィート H ぐらいの竿にジリオンで16ポンドぐらい、16ポンドのやつ持ってきてるんで、そっちの方がいいっすよ。しかもあれでかいな。でももういなくなったね、あいつ。下ったかな。でもああいう系はね、食うと思うんだけどね。ん？あれそうじゃない？わあ、違うのが食った。違うのが食った。そいつじゃないんだよな。オッケー。ちょっと慎重に行こう。よいしょ、かわいいサイズだけど、2本目。いやー、本当はね、手前のでかいの狙ってたけど、先にこっちが食っちゃうね、やっぱり。まあまあ、なんか幸先よくでも魚取れてるんで、まあよしとしましょう。はい、どうですか。ん、うん、ちょっと足場が高いね。あー、そうです。スピニングだとこの辺だったらまだいけそうだけど、
魚いっぱいいるでも。魚いますね。うん。やっぱ上のあの中もいましたね。あ、そう。一匹こんなんつってました。あ、そんなんいた。こういうとこはやっぱりカバーを利用しますか、両サイド。そうね。ちょっと足場が高いからな。はいはいはい。まあ、スピニングでやれば多分食わされると思うけど。切れちゃうね。まあ、かけた後が。かわいそうだよね。やっぱ坂本くんがやってた、はい、あそこが一番やりやすそうだ。まあそうですね。カバーでも食うけども、外でも食うと思うわ。そこのちょうど裏にでかいのがずっといるんだ。あ、その張り出しの裏、うん、そうそうそう。なんかでもエビじゃないな、ここ。そうですね、うん、エビソン全く反応しない。そう、あんまり多分ベイト食べてないですよね。あ、そう。 SBSB もちょっと沈めた方が、うん、あ、食う反応良かったですね。あ、お、一瞬行くのにな。あれでかいな。45ぐらいありそう。ちっちゃい。あ、もう一匹いるな。あ、もう一匹いいやつがいる。よいしょ。結構むずいっすけどね。あ、そう。いつも。もうほぼフルムシみたいな。あ、いつもは？はい。そうなんだ。で、あんまりこのオープンで食うイメージなかったっすね。朝だけかもね。そうっすね。多分昼前になるとちょっと多分。逆にでもカバーに入った方が食わせやすいかもしれんけどね。そうっすね。今のもサイトですか？うん。あれいなくなっちゃったな。もう一匹でかいのがいたんだけど。そう、そのでかいのやってるとああいうのが食っちゃうんですよ。消えたな。うわ、かかんねえ。うわここでかけても取れるかな。最悪おります。あ、2本いるな。同じやつっぽい。あ、食いそった。ナイス。いけるか。よいしょ。ナイス。ミミズだな、完全に。反応が全然違うでしょ。聞いただけだな。いるね。あ、なんだ。いや、あれ口元に流し込んだら 100% 食うけどね。あ、いいね、タイトに。わ、いい、絶妙。ちょっと見た。あ、いた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 。うわ、めっちゃ見てるね。お、食わない。あ、いきそうでいいかな。あ、いきそう。賢いね。賢いな。あと1個だ。うん。
これなんかインレットかなんか。そう、インレットがそこにあるんですけど、うん、出てたらいいですけどね。ああ、そういう感じだ。ドカン。うん、ちょっとそこのインレットをまず。ああ、ギルド。やばそう。でかい。でかかったやっぱり。でかかった。ギルかと思った。分かんなかった当たりが。ププンってきて、あれギルだと思ってもう一回入るかなと思ったら、はい、あれ重いな。ごめん。ごめん。ごめん。4号ぐらいあったわ。でかかったっすね。音がでかかった今。いや、ここ結構一撃いるんですよね。潰しちゃったよ。いやー、ちょっと今の当たりはさすがに分かんなかったな。ワーム何だったんですか？ SVSB ビッグ。ビッグ、うん、ビッグだけど、でももう今一番なんつうの、この結構キワキワにいたんじゃないですか。門のキワキワに一回入れたけど食わなくて、はい、で上でシェイクしてたらトゥントゥンってつつかれて、あ、これギルなバスッと。やば、あ、逃げちゃった。まだ1匹いる。そこ、1匹結構でかいのいましたね。いや、あ、下ってったっすね。あ、まだいい。俺は、あ、いっぱいいるわ、やっぱここ。あ、あれでけえな。あ、でもダメだ、全然反応しない。朝とちょっと違うな。いるな。これスピニングじゃ無理だな、こっからじゃ。圧倒的にいるな。あれ食いそうやけどな。その中で落ちた。ああ、ちょっと下ったの。うわ、なんか食ったぞ。なんか食ったよね今。ちょっと抜けた。いや、これ結構チャンスやと思うわ。しかもベイトフィネスやし。あ、見よるね。進めたら食わんか。横におるよね、あれ。見よるね。わ、嫌がったかな。これで食わんつたい。あ、沈んだ。あ、いや、見に行ったな。わ、やめたな。もう、あの、入水できるスタイルできましたから。あ、全然冷たいっすね。
夏ですから。めっちゃ冷たくて気持ちいい。バックスライドの SVS、 もうカバーの中入れてもうピューって落ちてくるのか。朝来た時は結構こうなんていうんですかね、外側を泳いでたんですけど、もう暑くて多分カバーの中に完全に入り込んでますね。今のも別に全然見えたわけじゃなくて、もう打ったら釣れたみたいな。多分この辺のカバー全部入ってんじゃないですか。うお、ボイル。ちっちゃかった今。小魚食ってますね。なんか鮎はいるけど鮎食ってないの。今回まあメインにはならなかったんですが、僕のおすすめとしてこのイグジストの SF ですね、まあ3ポンド4ポンドっていうまあ細いライトラインを使ったフィネスの釣りに非常に特化したリールになりますんで、まあ、おかっぱりとかでも、まあ、もちろんボートでも僕のトーナメントでは武器になるリールになってますんで、このイグジストの SF 皆さんもぜひ使ってみてください。はい、お疲れ様でした。やばいね。やばいですね。もう嵐の前かなりやばいけど、はい、いやどうでしたか久々の熊本。あ、いやいや、前回来たところ以外を結構回ってもらえたんで、そうですね、はい、自分的には初場所ですごい楽しかったです、はい、せっかくまあちょっといい場所を教えてもらったのにミスもちょっとあって、もっと多分本当は釣れたと思うんですけど、はい、まあでも楽しかったです。まあサイトもしっかり見せれましたし、はい、来たな。来ましたね、はいはい、もう大荒れの前なんで、はいはい、エンディングはこれからです。そうですね、ちょっとまだ夕方できずにあれですけど、はい、また、うん、ぜひぜひ次回機会があればぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。